こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田博美です。イルカの時間です。まあ、急遽ちょっと畑稽古になってね、昨日ね、うんうん、よろしかったんじゃないですか、ね、お天気いい中なんかキエがさ、うん、この間行くはずの時にさ、うん、あれバイト遅かったんだよな、うん、なんて朝起きれなくてさ、うん、まあこの頃ちょっとやっぱり暑いからさ、うん、朝早く出てるね、まあ、朝早く出てるからね、うん、うん、だからまあそれ行けなかったから、うん、行きたいっつってね、うん、見たいんだっつって、うん、あ行ったんだよね。で行ってきたよ、うん、まあだからもうちょっと作業も暑いからやんないよって、うん、まあ水やりぐらいかな、うんうんうん、それで、ちょっと遅めに出かけていってね、うんうん、いい写真いっぱい撮ってきたじゃん。そうだね。そしたら、トマトがね、うん、赤くなってきてんだよね、うん、びっくり。あ、もう次来週か行くとね、うんうん、もうそうだな、一つは撮れるかもしれないな、うん、すごいね。だけど本当ね、まあ別にさ、うん、トマトなんかベランダで作ったりさ、うん、ね、うん、まあそんなの当たり前っていうか大したことじゃないんだろうけどね、うん、でもねやっぱり自分でやるっていうのはね、うん、これは違うよね。しかもさ、原野みたいなところあったじゃん。そうそうそう、最初お借りした時にね、草がすごい腰以上あったよね。そうそうだね、そのね、あの夏場はね、もうね、あの暑くなってからはね、うんうん、そこをさみんなで草刈り機で、うん、すーちゃんにも手伝ってもらって草刈り機でさ、うん、草刈ってさ、草刈り機の使い方なんか知らんかったんだよ。そう、使ってもなかったからね、うん、うん、で草刈り機で草刈って、うん、ね、でクワでさ、うん、ね、耕してさ、うん、とりあえずちょっと畑っぽくしてさ、うん、ね、そこへピーナッツを巻いたり、うんうん、あの大豆をな、うん、泥団子にしてそこへね、うん、種入れて、ちょっと転がしといたりとか、うん、いろんなことしてみたよ。うん、だから大豆も結構大きくなってるしね、うんうん、あの花咲いてるし、うん、ピーナッツは黄色い花咲くんだよな、知らなかったよね、だから農業やってる人にとってはそんなの当たり前のことでさ、ね、毎年毎年取れてさ、うん、別にどうってことじゃないのにさ、うん、まあ新鮮だよね、初めてのことですね。ひまわりもさ、もう一つ咲いたってしさ。そうなんだよね、うん、あれどっちも北海道の種、うん、流暢のひまわりだ。あ、そうなのか、うん、うん、まあそんなんだったり、キュウリもね、うん、結構出るなってたな、うん、うん、いや、なんだろうね、こういうことで心が豊かになるんだっていうさ、まあいい見本って言ったら変だけど、そうだよね、うん、だからそういう我々みたいさ本当に、うん、全くやったことない人間でもさ、うん、ね、やろうと思ったらできるっていうことよ、うん、な、で、畑はもうあり余ってるからな、使ってないところは日本中あちこちね、な、うん、だからそういうことがところがあるんだからさ、うん、まあ別にそれは特別な何かがあってやってるわけじゃないでしょ、うん、まあ縁はいろいろね、うん、あるだろうけどさ、うん、その気になったらさ、うん、誰だってできるんだよ。そうだろうね。そうでしょ、うん、うん、だからやればいいよね、うん、と思うけど、うん、まあ、だから日本の場合さ、食料自給率とかさ、そういうこととやっぱり全部ね、輸入にかなり頼ってる部分があったりとか、うん、まあ、だからそれで儲けようと思ったら難しいんじゃない、きっと。ビジネスとしてはみんな儲かるか儲からないかっていうさ、そういう観点でさ、話を進めてるかもしれない。だから、うん、まあ、趣味っていうかさ、うん、ほら、私アップしてるとさ、やっぱ見てくださってる方がいて、ね、うん、自宅のところで、今はね、キュウリと、ナスと、なんだっけ、トマトが、うん、取れて、ちょうど二人暮らしにちょうどいい量ですとか、そういうのってね。純ちゃんなんかはさ、うん、ミニトマト、100均のミニトマトで、50個ぐらいになりますって。100個ぐらい取れるかもしれない。ああ、すごいよな、うん、そうやって工夫してやってね、もうすでに私たちよりももっともっと前にいろんなことやってる人がいるんだなと思うとさ、うん、いや、なんで、まあ、目を向ける時期っていうのは人それぞれなんだろうけども、そう、時期なんだよ、うん、まあ今だからいいのかもしれないしね。そうで、またさ、我々は五日市というさ、うん、素敵な場所で、ね、あの場所、うん、あそこはやっぱり意味があると思うんでね、うん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 、だから消えといって、うん、まあ、キエね、黄色いつなぎを着て、そうね、キホはオレンジのつなぎで、キエは黄色のつなぎで、そうそうそう、うん、でさ、まあちょっと水やりをして、うん、でお昼はさ、うん、帰る途中にね、うん、ミツバチファームっていう、うんうんうん、だ、我々ミツバチ興味あるからさ、そう、ね、ね、うん、この間キーホット一緒に行ったら休みだった、水曜日で、うん、うん、でそこでランチでさ、うん、
まあ、なんだっけな、キエは枯れたの、うん、甘いっていうからさ、うん、これは蜂蜜カレーだからね、そうサンドイッチ、サンドイッチ、うん、頼んだんだけどさ、うん、あの蜂蜜がさ、うん、まああれじゃ舐め放題じゃないけど、うん、いろんな種類あるわけ、うんうん、あれ何種だったかな、うん、いや写真見たらすごいずらっと並んでたよ、うん、そうそうそう、うんうん、ブラジルのとかさアルゼンチンでしょ、うんうん、でそこで取れたやつでしょ、うん、それから、栗とかさ、うん、それから桜、うん、アカシア、うんうん、そんなのがさ、うんうん、あるわけよ、うん、でそれをさ小さな器に入れてさ、うん、あのペロペロ舐めるんだけどね、うん、本当は味が違うんだよね、うん、まあ、そうそうです、当たり前っちゃ当たり前だけど、うん、これもなんか新鮮だってなあと思ってさ、うんうん、でこう舐め終わった後にねずっとやっぱりその花の香りがしたりするんだよね、うんうん、あなんかまあ面白いよね、うん、ああいう店があったりするわけでしょ、うんうん、だそういうところへ寄ってみたりとかさ、うん、いろんなことでさ、うん、こう豊かな一日がいつか一日と過ごせるわけよ。そうだね、そうだね。うん、まあミツバチといえばね、ちょうど7月の21日、うん、ハートオブミラクルの安監督、うん、初上映会があるんですよ。あ、そうなんだ。うん、これはミツバチと地球と私っていうことで、うん、ドキュメンタリーなんだけども、うん、そのミツバチが今ね、すごい問題になって、うん、もうそこは世界的に。うん、まあ、農薬というふうに言われてるんだけども、うんうん、ミツバチが見えなくなった、そうだよ、じゃあミツバチがいなくなった世の中ってどう、地球ってどうなるんだろうってことで、うん、7月のね21、ちょうど私たち月地カフェの日なんで、ね、ちょっとお邪魔できないんだけども、これはね大田区のなんだっけ、アゼリアホールだっけ、なんかあったよね、蒲田、うんうん、行ったことあるんですよね、うんうんうん、そこでやるので、もしね行ける人いたらぜひこれ素敵な映画に間違いないわけで、うん、この日はね世界同時上映会、一斉同時上映会ということで、 あちこちですごいね、東京と他にもあちこちでやるので、あそう、うん、本当にもし行ける方いらっしゃったら、そうだな、うん、だからそれミツバチはすごいメッセージ性がある生き物でさ、うん、まあ可愛らしいんでね、なんともね、うん、うん、それからねミツバチと自然栽培とね、うん、まあ障害者福祉とかさ、うん、まあ高齢者もあるだろうし、うん、いろんな問題がさ、うん、この 農業っていうかさ、うん、こういったのを通してね、うん、こう解決すると言わないけどさ、うん、やっぱり一つの何かこう明かりを見れるよな、うんうん、うん、なんかね、そういうアンテナを持ってさ、うん、ニュース見ていくと、それこそミツバチがドイツでどうだったとかって話だったりとか、うん、でハワイでは日焼け止め、うん、2021年かな、サンゴ礁に、あ、あれだから禁止になるとかさ、アンテナをこうピッと立ててるとさ、いろんなことが入ってくるよね、日本だけじゃなくて、そうだよね、うん、だからそういうのにやっぱ意識を向けていく必要があるのかなって、最後回り回って自分に来るからね、そうそう、うん、なんでそういったのね、やっぱり動いた方がいいと思うよ、うん、なんかこう待ってるだけじゃなくてさ、うん、やっぱりピッと何かあったらふっと動く、うん、ということは大事だと思うしね、うんうん、だからその、まあ、畑仕事でもさ、うん、あんだけの広さをさ、うん、いわゆる普通のきれいな畑にね、うん、やろうと思うと、これはね手作業じゃ無理だよね、うんうん、でもそんな欲張らなくったってさ、うん、草むらの中に何かできててもいいわけで、うん、実際うちはそういう畑だからね、うん、それはそれでねまたこうなんか味わいがあるのよ、うんうんうん、だからまあ本当にその農業で飯食うっていうのはまた別だけどさ、うん、ね、こういう週に何回か行ってはさ、家族が食べる分ぐらい、ね、そうで何かできたものを食べる楽しみを、うん、持とうとかさ、うん、たまには土をこう耕してみるとかさ、うん、そんなことはさ、うん、そんな難しいことじゃない、うんね、だから、まあ、うちの畑もこう開放していくっていうかさ、そう、ねね、いろんな畑もさ、うん、まあ興味ある人たちには来てもらおうと思ってるからさ、うん、まあだから本当にやってみたいからって言ってもらえばいいよな、そうね、なあ、まあ今ちょっと本当に暑すぎて、まあ、熱中症とかに、ね、なってしまったら、朝早くから出てくるからさ、うん、それでもいいのは別にいいんですよ、いいでいい、うん、そうじゃない方はもうちょっとできれば本当収穫でバーベキューできれば一番いいんだけどね、まあね、みんなでね、うん、うん、そう、うんうん、まあでもやっぱりちょっと体験してもらう、うんうん、まあね、体験するとしたら違うと思うしね、うちら自身もやっぱり随分ね、木村さんの話とかさ、うん、佐伯さんの話とかいろいろ聞いてたけど、やっぱりいざ自分がさ、そうやってみたり、ドロンコのね、田んぼの田植え、うん、キエなんかもう一回田植えしたりって言ってるけどさ、うん、そっか、あれは貴重だよね、そうだよね、うん、うん、そう、だから本当にさ、そんな、排水陣でやる必要ないんだから、うん、楽しみでまずはやると、うん、
で、その中からひょっとしたら本気でやる人も出るかもしれないし。そうだね。うん、うん、そうだね。うん、あ、こう調べられましたね。大田区民ホール、アプリコ大ホールっていうのかな。そう、ミツバチの映画ね。そう、これがミツバチと地球と私、うんうん、これの初上映イベントの in 関東ですね。ああ、そう。これが21日の午後12時からなので。ああ、そうか、うん。ぜひぜひ、もし行ける方はいらっしゃいます、ね。そうだね。はい。で、月地カフェもね、21日やるから。はい。まあ、こちらもご利用してください。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。